もともと動的なんですよ。動的でない防衛力あると思いますか。市川防衛大臣。まあ、それは、従来、基盤的防衛力と言われた時代、からも、当然、その、動的な、そういう考え方というのは、私はそれはあっただろうというふうに思います。で、今回は、そこをもっと運用面に重視した、そういう動的防衛力というところに、シフトした考え方を取り入れたというふうに聞いております。佐藤君。聞いてるんではなくて、もう大臣なんですから。自分でこうだって言わないと、大体、動的防力っていうのネーミングですが、防衛力ってもともと動的なんで、動かしてなんぼですから。一緒にいたってその意味なくて、戦力集中するのは当たり前の話なんですよ。そこについてはまた今度対抗中期の議論の時に深めますけれども、そういうことを考えた上で、おかしいとこは見直さないと。わざわざ無駄やられてしまってもいけないんです。で、時間がありませんので、最後に、外務大臣、この、日韓図書協定についてお伺いします。で、この協定からすると、12月10日頃までにこう返さないといけないという話になってますけれども、もうあと2週間を切りました。12月10日頃までに残りの1200冊、韓国の方に渡すんでしょうか。現場外務大臣。ちょっと手元に資料ございませんけれども、基本的にですね、12月10日というのはこれ法律の期限になっているもんですから、12月10日の期限までに引き渡しを行うと。これは、菅内閣の時にできているというふうに思いますので、まあ、そのように、するための調整を今しているということでございます。佐藤君。肝心の外務大臣がまだわかんないと、もう2週間切ってんですよ。報道ではもう間もなくだという報道もあるように。でも、本当に今引き渡していいのか。この外務省のペーパーここにありますけれども、この目的は日韓両国民間の友好関係の発展にしていると。全然今の状況発展してないじゃないですか。この前、また竹島でコンサートやったり、あるいはファッションショーをやったり、あるいは今度は防波堤を作るというような入札の情報も出たり。それに対する韓国の政府の対応、日本政府の監視するところではない。無党大使が言ってもほとんど無視されてしまう。これ状態で本当に今渡していいのか。ましてや、野田総理が5冊わざわざ持っていったのに、ほとんどそれについて感謝の言葉もなく、逆に宿題を負わされた。まだまだ日韓関係にはいろんな懸案事項があるから、それを解決するのはあなたの仕事です。宿題をもらってきてるんですよ。よかれと思って持っていったのが逆に宿題をもらう。やっぱおかしいですよ。そんな、この文化協力ってそう、互換主義ですから。うちだけ一方的に渡して向こうからもらわない。これもおかしいし。そもそもフランスは同じ朝鮮王室危機、武力で分を奪ったんですよ。それを返すんではなくて、国有財産だからフランスは返さないと。もう俺のもんだから。貸与すると。5年間付きの貸与すると。で、その時に、その返した時に、韓国の大統領夫妻まで来て大歓迎会ですよ。なんで日本の総理が行った時にほとんど無視なんですか。やっぱおかしいでしょ、これ。そういう状況で本当に今返していいのか疑問だと思いますけども、大臣、本当に今回返すことが、この外務省が言っている日韓両国民間の友好関係に発展にする。私は今そういう環境にないと思いますけども、いかがでしょうか。現場外務大臣。まあこれはですね、まあご存知でおっしゃってるわけでありますけれども、菅内閣の時にですね、談話を出して、このようにしたわけでございます。で、他方ですね、やっぱり韓国との関係っていうのは、戦略的な利益を私は非常に共有してるっていうふうに思ってます。確かに領土問題あります。この間の件も、やはり受け入れられないものは受け入れられないとはっきり言いますし、この間 APEC でもですね、音楽祭のことについて、私わざわざ、キム・ソンファン長官に声かけてですね、受け入れられないと抗議をしましたけれども、領土問題ありますけれども、やはり、この日韓の関係というのは、やはり重層的なものであると
いう大局的な観点も含めてトータルにですね、ものを見ながら、しかしおっしゃるように局地的なことは局地的なことでありますので、しかし同時に約束したことは約束したことで守っていくということも一方で必要だと私自身は考えています。佐藤君。終わりますけども、日韓関係は大事だとみんな分かってますよ。でも、領土問題は局地的な問題ではありません。それは外務大臣としての発言として極めて不適切ですよ。局地的じゃないですよ。で、これは、またそもそもね、ここまで今おかしくなってるのは、野田総理が日韓首脳会談で領土問題、竹島に一言も触れなかった。これが向こうの今態度がさらに硬化している原因だという、思うということを指摘させていただきまして、私の質問を終わります。ありがとうございます。